こんにちは、コスケです。今日はこの先日納車されたばかりの新型 NBOX に乗って函館までドライブに行ってこようと思います。いや、しかし寒いね。今日10月25かな、なんですが、もうこの辺は霜が降りてますよね。で、今日もナビはディスプレイオーディオにスマホをつないで、Android をつないで行きたいと思います。函館駅まで案内して。函館駅への案内を開始します。お、早いね。で、有料道路なしで行くんですが、北に進みます。こっちのルートで行くと峠を通るので危ないんだよね、今日は。なので、この B の高速ルートを選んで、北に進みます。高速と並行する一般道を走って行こうと思います。では出発いたしましょう。だいたい距離はちょっと未だ見方が分かんないんですが、あ、そうだね、こっちから行くとだいたい268キロとなっています。では行きましょうか。で、昨日の夜ガソリン満タンにしてきているので、燃費も計測していきましょう。多分途中で一回給油しないと行って帰っては来れないと思うんだよね。だいぶ NBOX の運転も慣れてきましたね。で、ファーストインプレッションの動画の時に言ってた車線維持機能の車線読み取り具合の悪さなんですけど、今日普通に車線読み取りますね。なんで、もしかすると前回は新車状態だったので、なんかこう機械がまだちゃんと動作してなかったのかもしれないね。今のところ車線維持機能は問題なさそうです。おお、外気温だいぶ高くなってきたね。まあ、太陽が昇ってきたっていうことと、どんどん南に移動してるっていうこともあって、もう外気温が12度まで上がりました。さっきから比べると10度以上上がってるね。めちゃくちゃ暖かくなってきております。函館着くともっと暖かそうだよね。今室蘭の街中走ってるんですけど、街中でもやっぱりキビキビ走りますね。いくら NBOX 重たくなったとはいえ、それでも軽自動車なんで軽いんですよね、車自体は。で、今回のこのターボエンジンはトルクの太い低回転からしっかりパワーの出るエンジンということもあって、街中ストップアンドゴーが多いところとか加減速が多いところでもかなりキビキビ気持ちよく走ってくれます。これくらいキビキビ軽快に走ってくれると、普段使いでもドライブでも全くストレスなく利用できるんじゃないかなと思います。小回りも効くので狭いところでも強いですよね。なんかすごいビチビチなってるんですが、多分雪虫が飛んでるんだと思うんだよね。で、 NBOX はフロントガラスがかなり立ってる、90度に近いぐらい立ってるんで、もうほぼ全ての虫が当たって潰れますこう斜めになってると、こういうね、斜めになってると上に結構逃げていくんですけど、フロントガラスは虫で汚れやすい形の車だよね。まあ、ただその分この角を前にできるので車内は広くなるんだよね、こうガラス立てた方が。ちょっとセブンイレブンがあるので、セブンイレブンでコーヒー買っていきましょうか。早起きしたので寝抜け対策はしっかりしていかないと危ないですよね。コーヒー買ってきましたが、久々にこの黒い蓋見たね。スプレモブレンドの蓋ですよね。で、コーヒーの置く場所を昔、先代の NBOX はシフトの、ここ平らだから置けるね。先代の NBOX ってこの辺に確かドリンクホルダーあったよね。だけど今回はそれがなくなってますね。なので、まあ、コーヒー置き場はここになると思います。では函館に向かってどんどん進んでいきましょう。
歩道の段差乗り越える時も結構こう足がしなやかに衝撃を吸収してくれるので、ガツガツンとはならない感じだよね。こっから長万部町ですね、函館まであと118キロでございます。今のところ燃費はメーター燃費でリッター20超えてるんですが、多分これ以上大幅には上がらないだろうね。やっぱリッター20前後、ロングドライブでリッター20前後っていうのがこの NBOX の燃費になるのかなというふうに思います。そのうち燃費アタックもしたいですね。函館まではあと50キロぐらいでしょうか。正面に見えている駒ヶ岳、山頂にはまだ雪が積もってませんね。函館の冬はもうちょっと先なのかもしれないね。今日出発から Android Auto の Google マップをこのディスプレイオーディオに表示して使ってるんですが、めちゃくちゃ使いやすいね。普通のナビの代わりとしても十分使える性能かなと。むしろ検索精度めちゃくちゃ高いので、人によってはこっちの方が使いやすいっていう人もいるかもしれないですね。ハンドルにあるこの NBOX ハンドルにボイスコントロールボタンがあるんですが、それを押して例えば道の駅に案内してってすると、近くの道の駅がずらっと出るんですよね。で、結果も早いし、この精度がかなり高くて、まあ、Google マップなんで当然なんですけど、とても使いやすいんですね。ようやく函館の一つ手前の七飯町ですね、ここの道の駅に立ち寄ってお腹空いたので何か食べていきましょう。ここまで走った距離は262キロとなっております。燃費は到着したら見てみましょうか。ここの道の駅来るのもかなり久々かもしれないね。では何か食べていきましょうか。あったかい。いやいや、函館あったかいね。こんなあったかいの久々かもしれない。ではここで何か食べましょうか。何食べようかな。ちょっと海鮮食べる気なかったけど、これ食べてみたいね。マグロ&サーモン漬け丼800円。マグロサーモンの漬け丼をテイクアウトで注文いたしました。大沼牛のそぼろご飯、これも美味しそうだね。そぼろご飯も買っちゃった。さあ、それでは車に戻って食べましょうか。正面の男爵ラウンジのポテトも美味しいんだけどね。今日はもういろいろ買っちゃいました。で、今日ご飯はテーブルを持ってきているので、ここで食べましょう。ちょっと座る場所を確保しなきゃね。このテーブルめちゃくちゃぴったりじゃないですか。だいたい横幅60センチぐらいのテーブルなんですが、使いやすそうだね。さあ、それじゃあ食べましょうか。あ、なるほど、800円安いなと思ったらちょっと小ぶりなんだね。まあでもめちゃくちゃちっちゃいってわけじゃないので、食べてみましょうか。ではいただきます。800円のサーモンマグロ漬け丼でございます。おいしいぞ。ちゃんと酢飯だね。で、漬けはちょっと浅漬けみたいな、浅漬けっていうかちょっと味薄めの漬けだね。で、卵も美味しそうです。これ800円なら悪くないね。
さあ、漬け丼の次は大沼牛の大沼牛、大沼牛のそぼろご飯でございます。価格が380円かな。めちゃくちゃ安くて、で温めてくれました。ちなみに大沼っていうのはこのすぐ近くにある、まあ、この七飯町内にある沼なんですよね。でそこで多分育てている牛なんだと思います。ではいただきましょう。美味しそうだね。おあのそぼろっていうと少しボソボソしたイメージがあるかもしれませんが、これは和牛を使ったそぼろっていう感じで、これ見た目以上にジューシーで柔らかいですね。これは美味しいね。僕今こんな感じでフロアに座ってご飯食べてるんですが、食べやすいですね。で今回この下をフローリングタイプにしてるので、まあ、ちょっとなんかこぼしたりしても全く問題ないという感じになっていて、 N ボックスでご飯食べるときはこれがいいかもね。見ての通りテーブルと椅子があるので、荷物はここに置けるんだよね。もし荷物がなければこれ上げちゃうとすごい広くなるので、もうワンサイズ大きいテーブルを置くこともできると思います。でご飯食べ終わったらここにシートがあるので、まあ、ここに座って休むと座り心地もいいし、まあ、ここの前の空間もめちゃくちゃ広いわけですよね。運転席は一番前まで出してますが、でここも使えると。あれこれは快適だね。車中泊の時荷物をどうするかっていう問題は確かにあるんですが、結構快適な旅ができそうな気がします。お腹もいっぱいになったので行きましょうか。で現在の燃費なんですが、なんと 263.9 キロ走って平均燃費 21.7 になっています。かなりいいですね。多分ここがピークだと思いますが、リタ20ぐらいは走りそうな感じだね。で今回妻から頼まれた用事も函館で済ませて帰りたいと思います。何頼まれたかというと、長谷川ストアの秋限定の焼き鳥弁当があるので、それをお土産に買って帰ります。じゃあ函館市内に移動いたしましょう。この函館市内に向かう函館新道、途中100キロ出せる区間が結構あるので、この N ボックスで初めての100キロ走行行ってみましょうか。ここから乗用車は100キロですね。ではちょっと加速して、まだ一応慣らし運転的な感じなんでフル加速はしませんが、じわじわ100キロまで加速してみましょう。さあ100キロですね。全然安定しております。全く100キロでもストレスも感じないし、不安定にふらつくこともなく走れております。安定感は抜群だね。先代の N ボックスよりも高速の安定性は上がってると思います。で今日そんな強い風吹いてませんが、多少100キロ出しているところで横風受けてもふらつく感じはないですね。しっかり走ってくれます。ちなみに100キロで巡航してた時のエンジンの回転数ですが、だいたい2500から3000回転ぐらいでした。3000回転は超えてなかったので、エンジン音もそんなにうるさくなかったですよね。お、ワークマン混んでる。よし、じゃあ
してから、あ、駐車場狭いところでも小回り利くから楽でいいね。ここで買い物して長谷川ストア行きましょうか。ダメだ、欲しいものが売ってなかった。よし、それでは長谷川ストア行きましょうか。長谷川ストアに案内して。すごい分かりやすいですよね。で、現在地から一番近そうな1番の長谷ストア、あ、待てよ、3番が中道店なのでこっち行こうかな。それでは行きましょう。長谷川ストア見えてきましたね。今日はこの長谷川ストアに行って全ての用事は終了でございましょうか。今日妻にこの期間限定の栗ご飯の焼き鳥弁当を買ってきてほしいと頼まれているので、これを買って帰りましょう。そう、長谷ストは期間限定の焼き鳥弁当が結構あるんだよね。これだね。さあ、たっぷり買ってまいりました。お土産でございます。これは家帰ったら妻と一緒に食べましょう。じゃあ新千歳空港に向かいましょうか。新千歳空港に案内して。渋滞なしの場合、早いよね、新千歳空港 CTS は現在地から車で3時間24分です。どうしようかな、燃料かなりギリギリなんですが、ちょっと気合い入れてこのまま帰ってみようかな。途中危なそうならどっかで入れたいと思います。ちょっとガソリンの残量が心もとないので、ここで給油してから帰りましょうか。ちょっと10リッターだけ入れていきたいなと思います。ここを逃すともうほとんどないんだよね。では給油していきましょうか。もう燃料あと2メモリで怪しいですよね。さあ、10リッターだけ給油してまいりました。では行きましょうか。さすがに燃料無給油で往復はできなかったね。 N ボックスの燃料タンクだと丸1日走れないんですよね。あとはひたすら新千歳空港方面に向かって走っていきたいと思います。できれば暗くなる前に峠は越えたいですね。紅葉、今すごい綺麗なタイミングだね。峠走るのが楽しい時期でございます。街灯のある街中までまだあと15キロから20キロぐらいあるんですが、日もほぼ完全に落ち真っ暗になってしまいました。これ今ハイビームだね。オートハイビームついてるので勝手にハイビームには切り替わります。で、今ロービームなんですが明るいですね。結構ロービームでも全体に照らしてくれて明るいので見やすいですし、ハイビームになるとめちゃくちゃ明るいです。で、前に今車がいるのでハイビームにならないんですが、あ、なったこれ大丈夫かな、ローにしとこうか。まあ結構ハイとローはこまめに切り替わりますね。で、今日ここまでですでに500キロぐらい走ってるんですが疲れないね。僕まだまだ走れますよ。眠気さえ来なければこのまま同等に行けちゃうんじゃないかなっていうぐらい全然走れそうな感じがいたします。仙台の N ボックスと比べて飛び抜けてどっかの性能が良くなったっていうことはないと思うんですが、微妙にちょっとずつ例えばアイドリングストップからの復帰の振動がかなり少なくなっているとか、横風に煽られにくくなっているとか、ステアリング
がちょっとしっかりめになってるとか、あとは音が静かになってる、走行音が静かになってるとか、細かいことの積み重ねで、一つ一つはそこまで大きな影響ないかもしれないんですが、小さなことを積み重ねて実際にこうやって長くドライブすると仙台よりも全然疲れにくいっていう結果になっているような気がします。ではもうちょっとで街中に入るので、最後給油してどのぐらいの燃費になったかチェックしてみましょうか。さあ今ガソリンを入れ戻ってまいりました。現在の時刻は夕方の6時半ですね。で、僕は朝の6時半ぐらいに家を出たので、ほぼ12時間走りっぱなしの1日でございました。でも疲労感はほとんどないですね。ほんとこの新型 Nボックス、長距離乗っても全然疲れない、非常に乗りやすい軽自動車となっております。で、燃費に関してはちょっとここに出しておきます。だいたいリッター20ぐらいじゃないでしょうかね。走行距離が 524.6、 525ぐらいかな。で、入った燃料が 24.3、 24.29 かな。なのでだいたい 21.6 ぐらいでしょうかね。 21.6km パーリッターぐらい走っていて、メーター燃費とほとんど誤差はないような気がします。かなりメーター燃費正確ですね。ちょっと戦闘機の音うるさいですけど、今回たっぷり1日この Nボックス乗ってきて、僕はかなり気に入りました。これだけ乗ってもあまり疲れないっていうのがいいですよね。加速も十分速いし、欲しいなって思う速度をすぐにグッと得られるということと、振動とか音も少なく終始快適に乗ることができたということ、そして直進安定性も高く、こうふらつかないので疲れないですよね。で、軽自動車によくある足回りの狭さなんですが、僕はまあ仙台よりも少し改善しているような、パーキングブレーキがなくなったからかもしれませんが、まあ、足回りもそんなに窮屈な感じ、普通車ほどゆとりはないですけど、軽自動車としては全然いい方かなという気がしますし、シートも最初ちょっと硬いかなと思ったんですが、乗ってると、今回520何キロ乗りましたが、乗ってるとね、体にフィットして快適でしたね。本当めちゃくちゃいい車だなと、たっぷり乗って思いました。これだけ疲れないと、車旅目的でも全然使えますし、見ての通り後席もかなり広く、ご飯とかも快適に食べることができますよね。で、燃費も思ったよりもよく、多分冬になるとノアよりもいい燃費で走れると思います。燃料タンクが小さめでちょこちょこ給油しないとダメだというのがネックではありますが、致命的な弱点というわけではないかなと、400キロぐらいは満タンで走れるので、ちょいちょい給油しながら走るとどこでも行けるんじゃないかなと思います。いやー、 Nボックス 本当いい車だったね。これだけたっぷり乗って改めて分かったこともたくさんありますが、とにかく疲れなかったね。そして楽しかったというのも、すごくいいかなと思ったところでございます。というわけで今回の動画はこれで終了となります。たっぷり12時間500キロ以上走った新型 Nボックス ドライブでございました。それではまた次回の動画をお楽しみに。